家に蛇の抜け殻が突然あったなんて出来事があったら驚きますよね。そうでなくてもヤモリなどいろいろな生き物が家の中にいてびっくりすることもあります。ベランダに小鳥が遊びに来るのを見るのが毎日の楽しみという方もいらっしゃるかもしれません。動物が家の中や家の周りを取り巻く状況、例えば鳥が巣を作るなど、動物たちや自然のものたちが家の周りを取り巻くというのは決して悪いことではありません。逆に動物たちはエネルギーに敏感なので、良くないエネルギーが取り巻いているとそこには寄りつかなくなるのです。ですから家の周りで動物たちとの関わりがあるとき、それをエネルギーのバロメーターとして捉えることもできますよね。